りの毎日が有給休暇。こんにちは。では今日の格言を紹介します。本日はこちらです。人生の意義とは人への役立ちということです。これはどういうことかですか？そうです。やっぱり人は本能の部分で、うん、誰かの役に立ちたいとか貢献したいっていう。そんなこと思ってるの？はい、思ってる。本能の部分で人はもう身勝手に、はい、もう自分が何か得て、はい、もうなんか豊かになりたいとか思ってるんじゃないですか？それもあるんですけど、やっぱそういう人もいるよね。はい、そういう人ね、はい、でも全体のパーセントの中では少ない。あ、そうなんですか？そうそうそう。そういう他人に貢献したいというね、本能っていうのは確かにあるんですけど、あのそれがね、即出てくるっていうのはね、意外とね、少なくって、大体本能的には自己保存要求が強いので、人よりも自分なんだよね。だって人の方を優先してたらさ、自分が餌もらえなくて飢え死にしちゃうでしょ？まず自分の餌の確保っていうのが何よりも大切だから、動物として。だから人よりも自分、あの動物っていうのは種の繁栄っていうのはね考えてない、個体の繁栄なの。個体の繁栄を考えることによって結果として種が繁栄することあるんだけど、全ての動物っていうのは自分の種を繁栄させようなんて誰も思ってなくて、動物は全部自分自身である個体の繁栄を考えるわけ。自分がたくさん子供を作ってたくさん餌食べてたくさん子供を作ってっていうことしか考えない。だから第一に人間の考えるのは自分の繁栄なんですよ。これが大前提ね。でこの大前提の中で、でも人間っていうのは社会的動物だから、社会の中で人に役立っていくと、その組織、その、まあコミュニティの中で、とっても大切にされるようになる、役立っちゃう。そうすると自分が自分がって言ってる人よりも周りの人たちにいいことをするとね、あ、自分にもこう跳ね返ってくるんだなっていうのがだんだん分かってくる。で動物と違って、その動物というのはただね生きながらえて種を、あの個体を繁栄すりゃいいってことしか考えてないんですけど、人間はねそれだけだとね迷うの。人生とは何なのかね、時々ふと考えるわけですよ。生きる目的って何なんだろうとかね、考えます？考えるでしょ。そこで悩むじゃん、私これでいいのかしらとかさ、このままこうして生きてていいのかしらとかさ、ちょっとふらっと海外でも行ってみようかとかね、急にバカなこと考えるわけ。バックパッカーやってみたりとかね、急に。で、そういうふうにならないように固めないといけないの。人生とはそもそも何なのか。だから自分が知識を得たりね、勉強したり技術を磨くのも全て人のためでありね、自分がそれによってあのまあ給料を上げるとかそういうのは あくまでも結果にすぎなくて、誰かに役立つとね、その分うまくいっちゃう。だからまず相手に与えるっていう人の方に向かっていった時に自己保存の欲求をね超えて、もうちょっといい欲求をね、もう外の人に承認されたいという欲求、さらには役立ちたいという欲求にだん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 こうつなげていってあげると、まあ生きるのがね苦しくなくなる。生きるのがね苦しい人っていっぱい苦しいんだ。全部何か得ようと思ってるから、ね、何か与えようとした瞬間からね、この煩悩から解放されるのです。本当ですか？